はい、お世話になります。パンアメリカのシートの分お待たせして申し訳ありません。今このシート、純正のシートを少しあんこ抜きしているシートです。だからもうちょっと純正は上まで、上がっていると思います。で、変えていきます。まずは、車両の色に合わせた、このグリーンかな、この色に合わせたシートです。車体の色に合わせて持ってきて、車体の色に合わせて低いやつです。こんな形ね。で、その次が脂肪側っていうか、そのちょっと革の質感を変えたやつにしてます。ちょっと脂肪の革と、つや消し、まあ、この革との合わせた形で作ってます。こんな形です。ね、もう低くなってるのすぐ分かるでしょ。はい。で、最後にカーボン調です。カーボン調の理由はね、ジキルアンダーハイドのエンドのとこが、エンドキャップとかカーボンになっているので、こういうカーボン調を作りました。黒と、ここがこの横のラインがカーボンで、ステッチをね、グレーで入れてみて、こういった形で作ってます。もうね、低くなっているのがよく分かってもらうと思います。あとこれにオレンジ色を1個作っておきます。全部で、今回4色、黒、真っ黒の黒と脂肪と、カーボン柄の分と、でグリーンと、シャリに合わせたグリーンと、ほんで色の色のオレンジとの合わせた、4種類を出そうとしてますんで、よろしくお願いします。で、シートの方はね、もう極限に薄くしてるんで、長距離が痛くなったら嫌なんで、もう頭からもうゲル加工してます。中にゲルが入ってます。あくまでもこの仕様はゲル仕様のみで販売をしてます。販売するようにします。一応販売開始は4月、今からやったら予約いただいて4月から5月頃かなになるかもしれません。お待たせしてすいません。ちょっといろいろね、金具類とか、あ、ちょっと開けてみて。これね、普通のシートとちょっと違ってね、当社では何をしたかといえば、裏、ここ分かりますかね。ちゃんとこの下についてる ETC とかにいる箱を防水っていうか、ちゃんと蓋ができるようにウレタンできっちりと箱ができるように作ってます。それと純正と同じようにね、こう箇所箇所と、あとフレームに乗せるところの箇所、あと金具類もきっちり作って、この箱の中に水が溜まったりしないようにきっちりと、これ全部これウレタンから作りました。ここまできっちりと作ってやってます。これでパンアメリカンも、あ、つけてみて、パンアメリカンもこう日本の方に乗っていただいても、すごくこう安定したものができると思います。むちゃくちゃこれで低くなります。あれ、ちょっと映して僕が、こんな形で、シートの方段取りしてますんで、よろしくお願いします。